はい。こんにちは、マリナ RV の寺島でございます。ここは当社の展示場でございます。琵琶湖は目の前にございます。今日は当社のバリエーション3台ご紹介させていただこうと思います。どうぞ。これはタウンエースをベースにしましたハーフのベッドバンというモデルでございます。ご覧ください。レカロシートが標準装備なんです。こちらはオプションですね。これ合皮レザーなんですね。大変好評です。肌触りも良くて結構な耐久力でございます。この腰の部分がとてもいいんですよね。さて、この後部の方、現在向かい合わせにしてありますね。一つのテーブルを三方で囲んでいただくことができます。このテーブルの上ではワーク、お仕事なんかもできるように考えたもので、そしてそのポータブル電源、ポタ電ですね、この電源を利用してこの室内の電気なんかを使っていただこうと、いらないときはお家に置いておいてもらう、こういう設計で作ってみました。はい、続けましょう。これはハイドアグロというモデルですね。現在テーブルと座敷、シート、まあ、ダイネットの状態にしてあります。3人が座るとちょうどいいんじゃないでしょうか。この一つのテーブルで 1,2,3 3人がこのモニターを見ながら過ごしていただくことができます。どうですか、このシックな色合い、すごいですね。ちょうどこう落ち着いたカラーリングでね、仕上がりもよく大変好評です。運転席は現在レカロシートがついてございます。長距離ドライブには最適ですね。標準のシートと比べると随分やはりこれも疲れが少ないシートということで好評ですね。はい、行きましょう。今度これはフローズというモデルです。現在ベッド状態です。ここにリチウムイオンバッテリーが仕込んであります。この電気を利用してこのクーラーが動いてくれます。実はこの下に室外機があります。この容積でしたらこのクーラーで十分冷えますね。このベッドのこの前へ回ってみましょう。ご覧ください。助手席の背もたれの部分、このお尻の部分ですね、ここが枕になります。で、2メートル近い身長の方でもこれゆっくり寝られます。大の字で寝られますね。こんなに広いベッドが組めるんですよ。明るい色合いで開放感がありますね。そしてこのルーフを見てみますとボックスが乗っかっています。このボックスのカバーの上になんとソーラーパネルが貼り付けてあります。このソーラーパネルを利用して太陽からのエネルギーを利用してバッテリーに蓄電します。その蓄電された電気でですね、ああいうクーラーを使っていただくことも可能なんです。さて、いかがでしたでしょうか。当社マリナ RV のキャンピングカー、ますますこれからお客様のお声を反映させていただいて、いいキャンピングカーを作ってまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日はね、こういうふうにサングラスで失礼いたしました。またまた頑張ります。よろしくお願いいたします。